近い将来、南海トラフを震源地に大きな地震が起こるとされていることはご存知だろう。2023年1月、政府の地震調査委員会の報告によると、南海トラフ地震が20年以内に起こる確率は 60% とされており、昨年の発表よりも 10% 引き上げられた。誰しも自分の住んでいる県が南海トラフで生き残る地域かどうかは気になるところだろう。南海トラフ地震が発生した場合、大きな被害が予想される地域がある。そこで、今回は南海トラフ付近の危険な県をランキング形式でまとめてみました。合わせて生き残る地域10選も後半で発表いたします。まずは10位からの発表。10位、大阪府、死者数は7700人に上る。南海トラフによる大阪府への影響には、人口密度が高く、都市部の密集が被害拡大の要因として挙げられる。地盤も柔らかく、液状化の可能性が高い地域が多いため、地震による損害が増えることが予想される。また、大阪湾に面しているため、津波被害の影響も大きい。9位、愛媛県、死者数は1万2000人に上る。愛媛県も南海トラフに近いことと、海岸線が入り組んでいる地形が被害拡大の要因だ。また、人口が海岸沿いに集中しており、津波被害が大きくなる可能性が高い。さらに、山間部の地域では交通網が不十分であり、救援や復旧作業が遅れることが予想される。8位、大分県、死者数は1万7000人に上る。大分県も南海トラフから遠いものの、地震の揺れが伝わる範囲にあり、被害が拡大する可能性がある。また、長い海岸線が津波被害を増大させる要因となり得る。さらに、地盤が緩い地域が多く、地震による損害が増えることが予想される。7位、愛知県、死者数は2万3000人に上る。南海トラフによる愛知県への影響としては、高い人口密度と多くの工業地帯が被害拡大が要因となる。また、海岸線に大型港があるため、津波被害が大きくなる可能性があります。さらに、都市部においては古い建物が多く、耐震性が低いことも影響している。6位、徳島県、死者数は3万1000人に及ぶ。徳島県は南海トラフに近いことが被害拡大の主な要因である。また、地盤が柔らかい河川沿いの地域が多く、地震時に液状化が起こりやすいことも影響している。さらに、山間部の道路網が不十分であるため、救援や復旧作業が遅れる可能性がある。5位、宮崎県、死者数は4万2000人に上る。宮崎県は南海トラフから遠いものの、地震の揺れが届く範囲にあり、被害が拡大する。また、海岸線が長く、津波被害が広がる可能性がある。さらに、地盤が緩い地域が多く、地震による損害が増える見込みだ。4位、三重県、死者数は4万3000人に及ぶ。三重県の長い海岸線が、南海トラフによる津波被害を拡大させることが主な要因である。また、海岸沿いには工業地帯があり、地震や津波が直接的な損害をもたらす可能性が高い。さらに、山間部の集落が多く、救援や復旧が遅れることが予想される。3位、高知県、死者数は4万9000人に上る。高知県も南海トラフに近く、山がちな地形が被害を拡大させる要因だ。津波が入り組んだ入江や港に押し寄せることで、被害が増大するとされている。また、山間部の交通網が不十分であるため、救援や復旧が遅れることが予想される。2位、和歌山県、死者数は8万人に上る。和歌山県も南海トラフに近く、津波の影響が大きいため被害が拡大する。また、海岸線が入り組んでいる地形が津波被害を増大させる要因に。さらに、山間部の集落が多く、交通網が不十分であるため、救援や復旧が遅れることが予想される。そして日本全国南海トラフ地震、最も危険な県となり死者数が多くなる県を発表いたします。1位、静岡県、死者数は10万9000人にも及ぶ。静岡県は南海トラフに近く、津波被害が大きいため被害が拡大する見込みだ。また、地盤が不安定で、液状化や地滑りが起こりやすい地域が多いことも要因となり得る。さらに、多くの人口が海岸沿いに集中しているため、津波被害が大きくなる。南海トラフ地震は、日本中を揺るがす大災害の一つと言われています。その被害予想数は計り知れず、多くの人々が犠牲になることが懸念されています。
しかし、中には南海トラフ地震でも被害を最小限に抑えることができる地域が存在します。今から南海トラフで生き残る地域10選を紹介します。予想死者数が少ないとされる県をまとめています。ただし、これらの地域の被害予想数はあくまで想定であり、絶対の安全が保証されているわけではありません。まずは1県目から順に発表いたします。栃木県、南海トラフから遠方に位置しており、地震の影響は軽微であるとされています。加えて、県内の地盤は頑丈であり、液状化のリスクも低く、建物被害は最小限に抑えられると言われています。群馬県、南海トラフから遠く、地震の揺れが弱まる地域です。また、県内は山岳地帯が多く、地盤が堅固な地域が多いため、地震被害は限定的と考えられます。埼玉県、南海トラフから遠く、直接的な地震の影響を受けにくい地域です。また、県内には比較的新しい建物が多く、耐震性が高いため、建物被害が抑えられると言われています。新潟県、南海トラフから離れており、地震の直接的な影響が少ない地域とされます。また、雪国であるため建物の耐震性が高く、地震被害が軽減されると予想されます。富山県、南海トラフから距離があり、地震の直接的な影響が弱い地域です。さらに、短い海岸線により、津波被害のリスクも低く、被害は少なくなると言われています。石川県、南海トラフから離れており、地震の直接的な影響が軽微である地域です。さらに、県内の地盤は安定しており、地震による建物被害は限定的とされます。福井県、南海トラフから遠く、地震の影響が直接及ばない地域です。また、県内の建物は新しく、高い耐震性を持つため、地震被害は軽減されると考えられます。鳥取県、南海トラフから離れており、地震の直接的な影響が軽微である地域です。また、地盤が安定し、液状化や地滑りのリスクが低いため、建物被害は限定的です。さらに、短い海岸線により、津波被害のリスクも低く、安全性が高まるとされます。島根県、南海トラフから距離があり、地震の直接的な影響を受けにくい地域です。また、県内の地盤は堅固であり、液状化や地滑りのリスクが軽減されるため、建物被害は最小限に抑えられると考えられます。そして最後は佐賀県です。佐賀県も南海トラフから遠く、直接的な地震の影響が弱い地域です。さらに、県内は平地が広がり、比較的安定した地盤が多いため、地震による建物被害が軽微であると予想されます。これら10県を見てみると共通点が見えてきます。それは南海トラフからの距離が遠いことはもちろんですが、地盤が安定しており、建物の耐震工事など、適切な防災対策が取られていることです。これらの対策をしっかりと行えば、南海トラフでも被害を最小限に抑えることができます。以上、南海トラフ危険な県ランキングトップ10と、南海トラフで生き残る地域10選について紹介しました。ただし、これらの情報はあくまで想定であり、絶対的な安全を保証するものではありません。防災意識を高めて備えることが大切です。ランキング順位と10選のまとめは概要欄に貼っておきますので、気になる方はご確認ください。当チャンネルでは、今後も様々なランキング企画を行ってまいります。ご意見やご要望をお寄せください。まだご登録いただいていない方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。何でもランキングでした。